はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回の振り付け解説は、右足から横でシャッフルステップヒール、ね、で横に移動しながらステップヒールステップヒール、反対シャッフルステップヒール、今度はクロスステップで横にステップ後ろステップスタートということで、ちょっと移動して元に戻ります。5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8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 、1、2、3、4、5、
3、8目からクラップで終わりました。そしたらステップヒールヒールヒールで、このヒール打つときにちょっとボールを離さずにこう前に動かすことができたらやってみてください。こういう動きをチャグって言いますね。その場で打ってもいいし、ちょっと動きができたら滑らせながら、この場合ね、つま先外しちゃうとスタンプになってしまうので気をつけてください。あくまでもヒールドロップですね。1、2、3、4、反対も5、6、7。そしたらステップヒールで回ります。ステップヒール、ステップヒール、最後ステップ、正面向いて、その後開いて閉じてスタンプポーズ。で、できる人はこの時に、ね、手をつけて1、2、3、4、5、6、7という動きを加えてみてください。3目からやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。ここで開いて閉じて、特にね、足もね、できたらかかと上げてステップステップ、最後だけスタンプ、ちょっとね、音のね、区別ができるので、全部スタンプだとちょっとね、音が重くなっちゃうので、できたらっていうことができるといいと思います。ここまでを一緒にやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。頭から通してやってみましょう。一緒にやってみましょう。5、6、7、1、2、3、4、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 5、6、7、
て両足一緒に閉じた場合、次どっちに行くのかなって言ってみたらどっちでも行けちゃうんですよ。なので必ず今回は例えば最後ステップヒールステップヒールステップで開いて閉じたら、そのステップを押す方に倒れるんだなっていうところを気をつけてみてください。結構ね、両足一足になった場合次間違えてしまう人結構多いので、必ず決まり、あ、こっち来たらこうだ、こっち来たらこうだっていうことで、うまく体に覚え込ませるようにしてみてください。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。5、6、7
左足からやってみましょう。ファイブ、シックス。一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。5、6、7。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。5、6、7。今回はシャッフルステップヒールやステップヒールなどヒールでたくさん使った超入門レベルの振り付けをお伝えしました。ヒールっていうのはね、結構大切なステップで、よくね、もちろんシャッフルとかステップとかと一緒に使うんですけど、どうしてもね、ヒールが聞こえにくいってこと結構あるんですよね。せっかく本当に同じようにね、使ってる一音なのにここだけちょっと小さい、逆に言うとシャッフルやステップが大きすぎるってこともあるので、うまく調整して全てが聞こえやすい音に整えるように気をつけてみてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。